第8節12位藤枝舞 FC 対8位バチアーノ岡山、両者の勝ち点は1差、上位進出に向けしのぎを削る戦いが始まります。さあ今前半が始まりました。左エンド藤枝、藤色のユニフォーム、だいぶ入り方のデザインも変えたりとかして、ちょっと奥の方に立ちましたもんね、はい、さあ柳がフリーになり、柳のシュート、決まった。岡山先生、前半の22分決めたのは柳安孝、今シーズン2ゴール目、得意のセットプレーでネットを揺らしました。ファジアーノ岡山先生、入り方から少し変わってたんで何かやるかなと思ったんですけど、やっぱりサイド、ファーサイドでこう固まって柳選手がフリーになるような状況を作りましたね、やっぱディフェンスが相手が邪魔になって突ききれなくて、完璧なヘディングもね、枠にしっかり入れて、さあいいところで奪った若さです。右サイド川野が走っている、桜がソロモンを狙った、ソロモンのヘディングシュート、こぼれてステファン・ムーク、バーに当たりました。さあ連動した動き、中で選手たちがライン間に立つ、この立ち位置で揺さぶる藤枝のサッカー。杉田ミドルシュートも持っている、榎本剥がす能力がある、榎本持ってクロス、こぼれてシュート、決まった、久保です。追いつきました。決めたのは徳永雄大か。中にもう5人ぐらい入ってるんですけど、最後腰で押し込んだような形ですけど、ここまで入り込んでるとなかなか岡山は守りきれないですよね。はいはい、藤枝は追撃体制を整えました。空間を使った榎本、マイボール、渡辺、ゴールネットに吸い込まれた。盛んにポジションチェンジをして柳の手前、渡辺がクリアします。田部井、中へ送っていく、桜川の手前、ヨルディバイスでシュート、ヨルディバイスの左ボレー、アディショナルタイム、岡山追いつきました。中で、ね、かなり高い選手いる中で渡辺選手クリアしたんですけれども、バイス選手が本当そのクリアボールに反応するのが一人だけ早かったですよね、前半からコーナーであったりフリーキックでもファーに、ここで岡山がマイボールするか、ここで長いホイッスル、勝者なし、ドロー決着。